めたいと思います。今日お集まりいただきましてありがとうございます。市民社会フォーラムの今日218回の目の学習会ですね。でテーマが本田先生、ドクター本田博士が語る、社会保障切り捨て日本の処方箋ということで、この本、今日販売しております。もう、あと5冊しか余ってないのですから、ぜひお買い求めいただければと思いますけど、この自治体研究者さんからですね、ドクター本田の社会保障を切り捨て日本への処方箋という本を今年出されましたということで、今日は兵庫県の、自治体問題研究所さんがですね、この本を、販売されておりますということです。でこれを、記念してですね、今日は講演会をしていただくということです。で本田先生については、ちょっと小さいチラシ、ここにあるプロフィールもありますので、ご存知かと思いますが、市民社会フォーラムの学習会でも、実はかなりなんとかご講演いただいておりましてですね、今年も、2月に、口から見える貧困というテーマで、常盤大学の歯科医師の足立良平先生と講演対談、ここで。していただいておりまして、以前もですね、いっぱいチラシ申し入れてますけどね、これちょうど1年前お亡くなりになったドロ典和さん、ドロさんとも、大阪で講演対談していただいたことがありますですね。いうことで何かといろんな形で、本田先生には、お世話になっているということであります。ということで今回はお一人で、9時まで質疑含めて9時までですので、90分ぐらいお話をしていただいて、この本の内容や、それだけにとどまらないですね、今の社会保障の問題、やっぱり今の日本のですね、問題についてお話を、語っていただこうということでございます。ということで時間もったいないですので早速、ご講演お願いいたします。どうも皆さんこんばんは。本田です。ところでこの中で私の話初めてお聞きになるという方どのぐらいいらっしゃいますか。よかったです。いや実は私は全国で一般の方にやっぱりこう現実をちゃんと認識していただかなくちゃいけないっていうんで、社会保障医療ですね、医療の問題と結果的には安保関連法とかそういう今の日本の在り方の問題なんかもお話してるんですけど、やっぱり楽しく、途中で眠くならないように話さなくちゃいけないんで、ちょっといろいろ親父ギャングを入れたりこうしてるんですけども、何回も聞いてる方がいるともう先に分かってて先に言ってしまう人がいるもんですから、今日はきっと結構私のペースでやらせていただけるんじゃないかなという。あと無理には笑わなくていいです。無理に笑うとナチュラルキラーが落ちますので、ただうまく笑えれば私のご意見とナチュラルキラーが上がるって言ってくる人もいますが、それはもう皆さんの判断にお任せするということで講演させていただきます。よろしくお願いします。それと今もお米さんの方で話ありましたけど、質疑応答を含めて90分9時までということでちょっと長丁場になりますけども、大体90分ぐらいで、ここには時計がないんですよね。で私安保関連法とか戦争法反対なんですけど、結構講演は帝国主義誰もわからないこともあるんですね。大体8割方は分かっていただいたんで、大体、今6時7時ですか、だから8時半まで、はい、これじゃあ早速いきます。これは埼玉県、皆さんは埼玉って言ってもそのまた地方ですからご存じないかと思うんですけど、埼玉県の北の南の方に平成元年にできた済生会栗橋弁、済生会系列ですね。済生会は全国にありますから、お名前をお聞きになったことあると思います。で平成元年にこの部分ができて210床の病院で、これが10年後ぐらいにできた新島、新しい島で310床ぐらいのベッドですね、病院になりました。でこれが2011年例の大震災、東日本大震災にできた救急病棟でベッド数が20の結構新しいいい施設の病棟なんですけども、この建物が建った時にうちの病院にいた救急医、専門医ですね、ゼロですね。建物が建っても医師はゼロ。これが日本の、医師不足の地方の現実なんですね。埼玉は全国で一番医師が少ないところですから。というところで、平成元年から26年間、外科医を36年間、その前は10年間、女子医大その他におりまして、36年間外科医をやってきたんですけども、ずっと医療再生の活動をしたんですけど、皆さんご存知のように、日本は医療とか社会保障は切り捨てですから、もうこのまま外科医と二足のわらじで講演活動しててもダメだということで、3年前に外科医をもう引退して、こういう情報発信活動とか、書籍を書いたりとか、あと今は憲法25条を守る集会とか、埼玉でも結構盛んなんですよ、オール埼玉総合とか、そういうところでもう外科医じゃなくて、いろんな会合で外科医じゃなくて、司会をやっています。いいです、一人でも分かってる、あなただけが大変ですから、今日よろしくお願いします、ここだけ中心に行きますから、よかったですよ、やっぱここに来たの正解でしたね。はい、ということで、あれ、正解だったんですけど、次は映らないということで、たまにこういうことがあるね。フリーズ、ちょっとすみません、ちょっと当局が何かあったみたいな、あったんですか、あったんですか。はい、ということでですね、はい、でまず自己紹介、これ、私が生まれたのは、この猪苗代湖があるこの県です。この間かなり遠い県に行きましたら「猪苗代湖があるこの県ですか、長野県ですか?」って言われたんですけど、これはちょっと長野県と違って福島県ですね。二本松というところで3歳まで過ごしました。戊辰戦争の歴史詳しい方、ここ二本松少年隊っていうのがいたところですね。有名なのはあれです、白虎隊です、なんといっても。で高校3年生までは郡山市というところで住んでおりました。でたまたまですけども、福島県で一番古くできた金東小学校、木戸光院さんが来て命名してくださった小学校ですね、一番古い小学校。あと福島県で一番古くできた朝霞高校、これは NHK の「坊ちゃん」とか「坂の上の雲」とかの一部、その撮影の舞台なんかにもなる、こういうところで卒業いたしました。一番古い小学校と一番古い高校を卒業したんで、まあ、だからどうなんだって言われるのは別にまあ古かったんですってしかないんですけども、まあそういうところを卒業したわけでございます。で実は私、昔から医者になろうとは思っておりませんでした。高校3年生の夏過ぎまでは将来の夢は飛行機のパイロットでした。宮崎の航空大学に受験に行くつもりで、もう完璧にそのつもりで、高校3年生の頃は宮崎の航空大学の物理数学英語しか勉強してせずに、サッカー部の、今サッカー話題になってますけども、キーパーをやっておりましたけども、その私がパイロットをなんでならなかったかっていうと、郡山にずっと住んで育った母親に。宮崎に行く、そうですね、受験に行く23週間前に内定反対されたんですね。なんでって聞いたら、初めて私に話をしてくれたんです。私の母親は郡山にあった軍需工場で戦争中に女学生の時働いてたんですね。でそこにアメリカ軍も爆撃で来たんですよ。私はその時に聞くまで知りませんでした。やっぱアメリカ軍ってまめにちゃんと東京とかそういうところだけじゃなくて、こうちゃんと福島県の軍需工場も爆撃で来たんですね。で友達を亡くしたという経験をしておりまして、で私の母親がいよいよ宮崎にパイロットの、学校に行くという前に、それをどうしてもこうなんていうか思い出したみたいで、急にある日夕食後にボロボロっと大粒の涙を流して「反対!」なんでって聞いたら、今言ったように実は自分は戦争中に大事な友人をアメリカ軍に爆撃されて亡くなったと。もしあんたがパイロットなんかになったら、戦争が起きたら一番初めに引っ張っていかれてしまうと。お母さん絶対反対って泣いて反対されました。困りました。もし反対するんだったらもうちょっと早く反対してくれないと高校3年生の吐き口に言われてもね。けど私長男だった。しかも悪いことに男2人兄弟、朝霞高校は男子高校、女性の涙に免疫がなかったんですね。ついつい母親の涙に負けてパイロットになることを断念して、気がついたら青森県の弘前の大学というところに医学部に入って医者になって、でまた運がいいのか悪いのか気がついたら、全国一医師不足の埼玉県の済生会、東京女子医大を経由してそこに外科医として出たと、こういう流れがあるわけでございます。郡山で一番有名な方はこの人です。郡山出身です。北海道から沖縄まで私全ての県おそらく全部で講演回ってるんですけど、今までこの人知らない人いませんでした。おそらくこの場でもこの方知らない方はいらっしゃらないでしょう。私よく知ってます、郡山出身だから。だけど注意していただきたいのは、私は知ってるけど向こうは知らないんですね。だからあっても絶対聞かないようにしていただきたいなと思います。あとこれは冗談で言えないのは、福島県で今でも解決がついてない問題、原発ですね。原発、それなのにこの収束もままならず、原発再稼働しよう、新潟県知事もなんか妙な感じでクビになりましたよね。おかしいですね、あれね、どう見ても。というようなことがあって、まあ日本の国は国民の命よりはどうもこういうお金のところが大事な感じ、それが社会保障崩壊にも結びついているということです。そしてもう一つ、今日の話のメインテーマになるんですけど、やっぱり歴史が関係しているということですね。福島県は長に最後まで逆らった方の県の一つになっています。だすごく歴史が今の社会保障崩壊にも関係しておりますので、そこは中盤以降ちょっと今日は少しいつもより詳しめにお話をしたいなと思います。ほらで、実は私、医師不足に関して発言をしたのは、メジャーな新聞に載ったのは2002年からでした。2002年の朝日新聞に「ミス招く医療システムの病理」ということで顔写真入りで私の意見が載りました。これは日本の医療費がすごく安いんですよということが載ったんですね。実は私、これまではこんなことするために医者になったわけじゃありませんから、初めて自分の意見が顔写真で朝日新聞に載った時は大変びっくりいたしました。で、全国からどれだけ反響があるかなと、あんたが言う通りだとか、そしたら全国から電話とか手紙、ファックス、ノー反響、何もないんですね。私は朝日新聞ってのはうちしか取ってないのかなと思って、隣のうち見たら朝日新聞だから見分けてるぞと思ったことを今でも忘れられません。つまりなかなか日本人は反応しない、ね、反応するのは TOKIO の山口メンバーとか、今は最初秀樹がね、いろいろお気の毒なことになりましたけど、なかなかこういう意見は通らないっていうことを一発目から感じたわけでございます。で、後でまた出ますけど、 NHK の日本のこれから2006年ですね、それから4年後メインゲストとして出ました司会者、芸能人、はるかさんっていう方でしたっけ、大阪の私で出ましたけども、なかなかこれも大きく世の中を変えることはできませんでした。「おはよう日本」にも出ました。だけどこれは朝早すぎて誰も見てなかったですね。あと「高人のそこまで行っていいんか」1回目、これまあまあ結構関西に来た頃、その当時は話題になりましたけども、なかなかこれも大きな影響を与えるわけにいきませんでした。あと関東などではよくやられてる朝生って言いまして、真夜中にやってる番組、これも出ましたけど、これ真夜中すぎてほとんど見てなかった。あと菅原文太さんとラジオにも出ました。もちろんこの間にも出てるんですけど、非常に主だったものということで、これだけ一生懸命医師不足を行動してきたということです。これは高人の3回目でございます。ちなみに高人さんのは2回目に出る頃まで、高人さんがあんまりスタジオでもタバコ吸ってるんで「タバコ良くないですよ」って言おうかなと思ったけど、さすがにちょっと言えなくて、残念ながらその予算が悪い意味で当たってね、あの方も病気で、最初秀樹さんもタバコをねかなり吸われたって話もあるみたいですから、やっぱタバコっていうのは怖いなっていうふうに思ってたわけでございます。で、やっぱりこういうテレビとか新聞だけじゃダメだって、やっぱり本だっていうんだから本も書こうっていうんで、私の著書作はこれになってございます。誰が日本の医療を殺すのか。で、こんなことしてる間には、2011年民主党が政権交代した時期には文部科学省に呼ばれまして、今後の医学部入学定員の在り方ということで参考人でお話をするようなこともありました。あと医療崩壊の嘘と本と本を書きました。あとこれ2014年、私が外科を辞める1年前、衆議院厚生労働委員会で初めて国会の中に入って、厚生労働委員会です。これ証人かもじゃないですね。参考人ですね。という話もいたしました。で、こういう本ということで、2002年の朝日新聞から含めてもう13年間やってきたんですけども、残念ながら今でも日本の医師は医師不足のままでございます。それでお聞きになったことあるかもしれません。働き方改革で医者だけ少なすぎちゃって、急に働き方改革を適用すると医療が崩壊するというので5年間先延ばしということです。この5年の間にまた過労死する人が増えてしまうんじゃないかっていうことが非常に心配な状況なわけでございます。なかなか日本を変えるということは難しいですねということです。で、私こういうことしてましたら、今年SNS でFacebook、Twitter でも随分つぶやいておりまして、もしご興味がある方は私をフォローしていただけると、毎日嫌っていうことつぶやいて、今日は実はここに来る途中「週刊金曜日」のことつぶやいてましたら、週刊金曜日の編集者から「やめてくれ」って言われてちゃんと削ってきたんです。確かにそうですね、向こう側すればね、ちゃんと著作権もありますし、昨日来たの今日アップされたら困るわけですから消してまいりましたけど、そういうフェイスブック、ツイッターなんかもやっておりますけど、今年京都大学ですごく今年の受験シーズンにあったという一京大生のこの文章を見て、私すごく縦感ですね、感動いたしました。受験生の皆さんへ、京都大学の1学生、偉い人の言うことが全て正しいなんてありえない。偉い人は自分の立場を守るために平気で嘘をつくし、真実をもみ消そうとする。だから人が言ったことを安直に信じるのではなく、自分の力で真理を探求し、自分の考えで物事を判断してほしい。真実は自分の目で確かめるものです。大学とはそういう場所だと思います。素晴らしいですね。実は私、なぜこれが素晴らしいかと思ったかというと、今日これからお話しするのは、私がなんと40過ぎてから医師不足をずっとやって、こういうことだっていうことをちゃんと本当にそうだなって大学の頃聞きたかったっていう話ですね。でこれすごく評判いいんですよ。で私今立教大学の埼玉県にある新座キャンパスというところで学生さんにお教えしたり、23週間前、年に1回ぐらい東大の駒場で東大の学生さんにもお話してるんですけど、どこでこれ見せてもみんな学生さんもびっくりポンジェジェジェっていう感じですごく感心します。というのは自分の 2、3 年上の人がこれ書いてるというのがポイントみたいな。やっぱり私が言うのと違って自分の 1、2 年先輩がここまで言ってんだっていうことでこれを見せると、その学生が講義終わった後に自分が残った大学生活を充実していきたいと思うと、およよよみたいな。だからやっぱりこういうようなこと、特に今すごくタイムリーなんですね。偉い人は自分の立場を守るために国会の審議見てればみんなこれやってるわけでございますから、すごく分かりやすいんですけど、こういうことを多くの国民の方にも知っていただかなくちゃいけないなと思って、そして活動してるわけです。今日嬉しいです。こうやってお集まりいただいてお聞きいただいて、本当は下界をやめて時間ができましたから、毎日でもいろんな駅前に行ってこれ話できるんですけど、駅前で急にマイクをこれやり始めたらきっと警察と救急車が一緒に来るわけですね。こうやって場を作ってもらわなくちゃいけないんで、いつも岡林さんに心から感謝しております。本当にありがとうございます。ということで、じゃあちょっと本題に入ります。これからじゃあちょっと皆さんアンケートというか、ちょっともしご存知かどうかもお聞きしながら話を進めたいと思います。これは2年前の埼玉新聞、埼玉新聞で2年前の1月に、JA 厚生連のですね、埼玉にあった2つの厚生連が経営改善で売却と、非常に妙な言い回しですけど改善で売却という表現で売却になってしまいました。このことをご存知だった方いらっしゃいますか？ですよね。じゃあ群馬大学の腹腔鏡事件ってお聞きになった方いらっしゃるんでね。そうですよね。メディアは病院のネガティブなことは頼まなくても報道してくれます。医療事故たらい回しだけど、こういうようなことっていうのはこの医療関係だけにこの改善でって、これ普通悪化ですよね。これちゃんと医療関係だけにオブラートをかぶせて報道する、さすが新聞だなとは思うわけでございます。つまり非常に病院の経営が厳しいということはあんまり伝わりません。このうちの一つ、久喜総合病院というのは私がいる済生会栗橋病院の近くになんと2011年にできた病院が5年目に売却です。普通の人は信じられないっていうんですね。けど私はこうなることを予想していました。というのは久喜市が36億円も補助金を出して病院を誘致したんですけれども、なんで売却になったかというと、日本は医師看護師不足だからです。医師看護師が不足していると100億以上かけて病院を建設しても患者さんが入院十分できません。ホテルで言えばホテル建てたけど毎日半分ぐらいしか埋まらないみたいなものですね。これ赤字です。診療報酬点数、国がどんどん医療費を削減します。しかし大手メディアは医療費が高くなって困るということしか報道しません。で消費増税、損税って言いまして、病院が買うものには消費税かかるけど患者さんから消費税はいただけない、赤字になる構図になってるんですね。だこういう大事なことが伝わりませんから、一般の方は病院というのはすごく高い金を持って儲けてるんじゃないかって誤解するわけでございます。今日は誤解じゃなくて2回ですね。ありがとうございます。じゃあ医療費に関してちょっと触れたいと思います。日本の医療費、これは私のキーワードは一つはグローバルスタンダードと比較しなくちゃいけないっていつも口を酸っぱくして言ってるわけですけども、日本の医療費です。これ日本の医療費が高くなった、これは横軸が高齢化率、縦軸が医療費ですね。日本をご覧ください。高齢化が一番右側ですね。で GDP 当たり医療費こんなになってますか？抑制、これ見事に抑制の痕跡が残ってます。ここにも抑制、今も抑制しようとする。でここが今40兆円を超えるたっていうんで、すごく大騒ぎになってるんですね。だから日本のメディアの特徴は40兆円超えたって日本のことだけ報道してくれるんですけども、世界と比べてどうかっていうことは絶対報道しません。だから普通の人は40兆円超えて高すぎたっていう、それだけ記憶に残ってるんです。皆さん40兆円超えたって言うけどピンときます？ 1000 万ご覧になったことありますか？目の前でたまにうんという人がいてちょっと困るんですけど、ね、じゃあ1億円はないですよね。じゃあ兆はなるわけないですよ。私は外科医だから見たことありますよ。小腸大腸頭部が半腸1兆ということで40兆って言ってもピンとこないわけですよね。つまりこういうようなことで一般の方は医療費は高いとまた誤解をしてしまうわけでございますね。しかももっとつらいことには皆さん今医療負担は窓口負担3割サラリーマン一般の方は今度高齢者も1割から2割になります。ヨーロッパなどはほとんど無料、まあ日本で言えば1割以下です。これもほとんど知らされていません。だからやっぱり私ね厚生省とかああいう人は頭いいと思うんですね。日本みたいに個人負担高くするとね日本人は医療費が高くなることを警戒するんですよ。また自分の負担があるんですよ。頭いい時この間もあるところで話をしたら質問されました。医療費があったら我々の負担も上がるんじゃないですか。それはそうですね。さすが東大とは言いませんけど1万円学校出た人は頭いいなと思う。個人負担上げとくわけでございますね。で世界では医療費負担は無料がもうこれでほとんど無料に近い国、日本は3割、世界先進国最高です。だからぜひ皆さんこれだけは覚えていてください。今日日本では GDP あたり医療費が世界最低なのに医療負担は世界で医療費負担無料が当たり前だのクラッカーところでお断りするの忘れましたけど、もし皆さんの中で今日の私のスライドが欲しいという方がいらっしゃれば USB とお持ちでしたらタダで無料でプレゼントいたします。というのはあちこちでこういうお話しする時のデータがないと話にならないんですね。ただそのあちこちで話すなんですけどこれを使う時には若者になると大抵滑ります。カーリング状態になりますからこれだけ注意してください。自己責任でやっていかなきゃいけないなと。たまに先生のあれで本当に俺つらかったって言われることがあるんです。じゃあちょっと具体的な例を一つだけお示ししたいと思います。日本の医療費、盲腸、これもグローバルスタンダードと比較するという視点ですね。 AIU 保険会社、皆さん海外に行くときに保険にあります。なぜかというと海外で医療にかかるとものすごい高いから払えなくなっちゃうからですね。じゃあ盲腸で急性虫垂炎で手術したら日本だと総額病院が受けてる総額は40万、今はもうちょっと安くなってます。むしろで医療費負担は1割から3割とかっていうことですね。まあ高額療養とかこと細かいこと言うとキリがないんですけどもちょっと大雑把に。ただ病院は手術料、入院料、食事料全部 CT 抗生物質入れてもこのぐらいしかいただけないっていう、よろしいですか。これが日本の値段、まあ、これも今はちょっと短くなってます。じゃあこの盲腸の手術をして日本、しかも全国ほとんどこれ共通診療報酬点数っていうのは国定価格ですから、これも医療の非常に特徴的なところですね。うちはちょっと高くもらおうかっていうことが発展できないようなところです。価格設定ができないっていうのが日本の医療の問題ですね。でこれを40万、これをご覧ください。これそれでも56万だと高いと思う人がいるんですけども、じゃあこれ海外でなぜ海外の行く時に保険に入るか。皆さんがもしスイスで手術したらスイスの病院はどのぐらいもらえるか。297万です当時。40万、ここ驚かないと驚くとかあんまりないんですよ大丈夫ですか。297万、サンフランシスコ250万2人、ロンドン150、バンクーバー、パリ、ローマ、ご覧ください。ヨーロッパはみんな100万以上で個人負担なしです。これはもちろん国民はですよ、国民はです。これ日本人が出しているわけじゃありません。つまりこれが先ほど申し上げた日本は個人負担高くしておくと国民が医療費増に反対すると、すごい頭いいんですよね。やり口がうまいっていうかね。シドニー80万、じゃあアジアはどうか、香港90万、上海、ソウル、バンコクみんな日本より上です。でこの時日本より安かったのは北京だけだから、これだけ日本の病院って最低の値段しかもらってないんですよ。けどこれを知らない人は、例えば神戸に、まあ、もし私立病院があるとすればですよ、うちの私立病院は赤字だからだらしない、税金を投入しなくちゃいけない、民営化するか独法化しろ賛成と、こんなことですね。初めから黒字になりにくいようになってるんです。しかも理不尽なのは、これが私がすれば怒りに触れるわけですけども、こうやって一番最低の値段の日本の病院が買う薬とか医療機器の値段が世界最高なんですよ。これはもう公定価格、厚生省が決めるわけですね。で医療費最低、薬とか機械世界最低って、米が黒字になるわけないでしょ。これが日本なんですけど、こういうことはほとんど知られておりません。だからこれが知らないから、実は私昨日もね、東京都立病院の独法課の話し合いで東京都庁に行ってたんですね。ちょっと相談乗ってくれやって言われて、で結局今と同じ理由で、医者も少ない、赤字の構図と、東京が年間400億円かな、都立病院って7つぐらいあるんですよ。400円投入してるのがけしくりからんって言って、それを独歩化しようと。だけどそんなこと言うんだったら東京オリンピックの競技場はいくらなのって皆さん思うでしょ。ところが一般の都民の人は400円800円払わなくていいんだったらそれにいいに違いないって、こうなるシステムになってるんですよね。独歩化されたら最終的には民営化で売却になるかもしれないし、個人負担上がりますよ。これ大阪なんかの循環器センターとかね、いろんなところが独歩化になって問題になってるんですね。でこういうことも知られないと大変恐ろしいわけでございます。あ、先ほど申し上げたように、もしUSB とご希望だったら差し上げますから、じっくりとそうやって手に入れてご覧いただければと思います。で今もうご記憶でしょうけど、日本の病院の収入は最低。じゃあ先ほど薬が高いって言いました。見てください、患者と病院は青息と息。イギリスを100とした時の各国の相対薬価、薬の値段です。イギリスを100とした時、日本見て200、2倍。さっきの盲腸は逆だったでしょ。100万以上でね、日本40万でしたね。これです。それで見てください、主要製薬企業の財務、武田薬品売上総利益 70% ですよ。これ皆さんもお子さんがいたら絶対医学部とか言うじゃんね。大手製薬メーカーが絶対気を入れるんです。ぶっちゃけた話、これはあんまり映らないんですけど、テレビから言ったらしゃって、こちら向いてたっていう、ちょっとあれでしたけど、まあ、そういうことですね。でこれ内部留保見て、でこれでこの結果最近証明する出来事も起きました。皆さん覚えてらっしゃるでしょ、最近です。これ武田薬品、アイルランドの製薬大手シャイアを約6兆8000億円で買収。病院は赤字で、都立病院が独歩化されるんですよ。これ理不尽じゃないですか。だって患者さんを一生懸命360時24時間みたいな病院なんですよね。ただ病院の職員の待遇も間違いなく悪くなります、きっと。だって大体都庁の職員じゃなくなるから、民営化で。で今度委託みたいになってきますよね。本当にこれが日本のシステムなんです。だからこういうことが知られてない。だから本当に私、こういうことをちゃんと伝えていかないと国民が不幸なんですよ、ということですね。じゃあ私の得意とするというか、ライフワークともいえる医師不足についてちょっと説明したいと思います。日本の医師数、これもずっと今でも厚生省とか、まあ、お上は財務省は将来医師が過剰になる。実は来年からせっかく増えた医学部の定員が、もう弘前大学はもう減ることが決まってしまいました。もうすでに来年からまた減ることになってしまいました。それは再来年ぐらいから医師が過剰になるかもしれないというなんか算定があるんですね。だけど本当にそういうことが実際なんだろうかということをこれからご説明したいと思います。これはまあまあ最近のデータですね、平成28年。これご覧ください。全国各地の人口当たり指数です。人口当たり指数。でこれが日本の平均。と厚生省とか財務省は偏在が問題だ、偏ってると言います。平均より多いところがあるじゃないか、平均より下じゃないか、こういうわけですね。偏在が問題だ。皆さんも医師不足っていうと偏在っていう言葉をどっかでお聞きになった記憶がある方もいらっしゃると。見てください、埼玉県全国最低。これが私がこの十数年間以上医師の増員を訴えざるを得なかったところですね。だから皆さん、埼玉にだけは引っ越しない方がいいです。もし関東に移動するときは埼玉に引っ越しすると大変ですよ、医師がいないですからね。で偏在が問題だ。ところがこれが本当に偏在かということを私が証明したいと思います。これも先ほど申しましたようにグローバルスタンダードが入ってない、世界のデータ入ってますよね。これ日本の平均、一番多い徳島、京都、高知、まあ、東京はその次ぐらい。これ OECD 平均、経済協力開発機構の平均が一番多い徳島より多いんですよ。これ偏在の問題ですか。絶対数不足ですよね、でしょ。変な話、まあ、せめて徳島、京都、高知だったらまあそれはこっちが多すぎんだなっていうけど、日本で一番多いところが OECD 経済協力開発機構の平均にも追いついてないんですよ。それなりに来年から医学部の定員減らすのすごいですね。先回りが対応が早い。もうちょっと財務省のデータの出すのは対応早くしてほしいですね。ここら辺がすごい矛盾してるわけでなんで財務省とか厚労省とかは偏在が問題かっていうと、まずはまあいろんな後でまた思惑があるんですけども、石を増やしたくないっていう理由があるから、あともちろん現場が分かりません。私のように全国最低の石不足のところで365日24時間携帯電話を持って寝てるのかしてないわけですから、あの人たちは。だから現場が見えない。厚生省、財務省は現場が見えない。いる場所が悪い。現場が見えない。霞がかかっている。ちょっと力を込めてきてました。反応がちょっと良くなかった。これから中にいてちょっと力入れますから、ちょっとスライズにしていただきたいということですね。で実は日本の一数はここまでいるとすれば、これ OECD 平均いるとすれば10万人足りません。30万ちょっといるんですけど10万人足りないんです、皆さん。ちなみに兵も平均超えてます。だけど平均超えてるけど、平均超えてるからだけだから、ちょっと地方では少ないはずですね。確かに貝原病院って兵庫じゃなかったですけど、ですよね。ああいうところもあるわけでございます。これが2本目で、早速来年から医学部定員削減。先回りがいいんですよ。ミサイル飛ぶ時もすごく官邸に止まったりして先回りいいですよね。急に J アラートとかね、部分的に先回りしてるんですよね。恐ろしいなと思います。これはこの間言った宮城ですね。はい。でこれ成功到底、なんでこっちが多いか、これ後で出てきます。薩長が勝った方、明治維新と関係してくるわけでございますね。やっぱり明治維新で勝った方、自分たちのところからいろいろといろんなものを優遇してきてるという歴史があるということが中盤以降のお話になるわけでございます。さてじゃあ今度また皆さんにお聞きしたいと思います。これは昨年6月の毎日新聞、新潟市民病院、今新潟いろんな意味で話題になってますね。新潟市民病院の女性研修医が過労死をされたということ、このことをご存知だった方どのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。だけどまあそんな多くないですね。じゃあ電通の女性が過労死されたということはおそらくほとんどの方はご存知でしょう。石の場合は過労死してもあまり報道してくれないんですよ、残念ながら。ちなみに他でもあちこちで過労死してます。青森県八戸市52歳、弘前市立病院28歳。実は私がここが初めて研修をしたところです。38年ぐらい前ですね。長崎港メディカルセンター33歳男性医師過労死。新潟市民病、これは先ほどの方。そして600人以上の勤務医に日本の医療は労働基準法違反を前提に成り立っていると思いますかっていう統計調査で 47% が思う。だけどこういうことは報道されない。しかも先ほど言った働かせ方改革、医師は外して5年先だから、あと何人出るかわからないって話ですね。本当に困ってますから、十何年やってきたんですよ私。変えてくれないんですね。でついには日本病院会ニュース、日本の病院のトップクラスの先生方が集まってるとこです。医師が少ない。もしこのまま医師に労働基準法を当てはめたら、診療科地域医療が崩壊する。独自の医師労働法制をって要望って、厚労省の検討会でも学識経験者から医師は労働者だと一蹴されたが、医師は労働者と一蹴されたって、それは当たり前ですよね。我々人間ですから、間三つを人間だもの。ところがその特殊性を考えれば、独自の労働法制が必要だって、医者だけど独自の労働法制はダメでしょ。これこんなこと言っちゃってるんですよ。あんまりこんなこと言うから医療界からも嫌われてるすみません、こういうこと言っちゃいけないです。私も忖度しないタイプですから、財務省とかに入れないです私ね。どっちかというと前川さんみたいなまたいう話でございますけど、まあそういうことでこんなところまで追い詰められてる見方によっては本当残念です。まさに竹槍ダメでしょこれ。ちなみに私今日本医学会っていう、こんな冗談言ってる割には珍しく昨年から日本医学会連合というところの労働環境検討委員会って選ばれて、すごく発言するとその場の空気がおかしくなるんですけど、他の先生とか東大の先生とか言うから。だけど私も遠慮しないタイプだから、東大の先生に指差しながらそれおかしいじゃないですかっていうタイプなんで、まあ、ただやってるんですけれども、やっぱりこういう感じの人多いんですね。医者は患者のために働いてるんだから忙しくても頑張るのは当然じゃないかみたいなことをおっしゃるんですよ。困ったもんですよ。だって疲れたらミスするでしょ。別に自分のために言ってんじゃないんだから。本当それが今でも通っている、これが日本の現状でございます。実は九州大学大学院の内田先生っていう方、これはこの方法律とかの有名な先生ですね。今でもいろんなところで活躍されてますけども、2009年に患者の権利宣言ということを言われました。私この先生の本当に同意します。国策に奉仕する医療は科学の名に値しない統治のための技術でしかない。731部隊ありましたね。国家からの独立性の保障をなくして科学も専門家も存在し得ない。医療提供者が国策に奉仕されることは国民の命が国策に奉仕されることですよね。医師不足で本当たらい回しで亡くなってしまうそういう患者さんがいらっしゃる。医者が疲れていればミスをしやすい、医療事故も起きやすいですということで、これまさにそうなんだけども、肝心要の医療者があんまりこういう意識がない人が多い。まあこういう意識がある人は、上には偉くなれないというシステムもあるんですけど、どこでもそうかもしれません。日本はね、大きな会社でも省庁でもそうなんです。私みたいなタイプは途中でいなくなりますからねという話なわけですけど、まあそういうことになってるわけでございます。じゃあここら辺で皆さん、日本のどうも医療事情に関しては医師は偏在が問題じゃなくて絶対数不足で、医療費もグローバルスタンダードと比べれば高すぎるってわけでもないんだということに関しては簡単な説明でございましたけど、もしよかったらここら辺で合点していただけましたでしょうか。ありがとうございます。こんなに高い割合でやってくれるところないです。本当にやっぱり興奮ができてよかったです。明日たまたま和歌山で講演があるもんですから、岡林さんがなくしてちょっとやらせていただいたんですけど、今のでちょっと今日来てよかったなと思いました。本当に一人がやってくれないところあるんですよ。それ慣れてるからすごく私自身は強くなってるんですけど、じゃあ今度介護に行きたいと思います。第3年は介護離職ですよ。この人は次から次と矢を飛ばすでしょ。本当にうまいですね。働き方改革とか次から次、その前のは継承しられるし次に行っちゃうんですよね。と失敗したことがわからないってうまいやり方ないなと思うんですけど、介護離職ゼロがどうなるか。実はなぜこれ言ったかっていうと、介護離職者数年間に日本は8万人から10万人介護離職してるんですね。ピンクは女性だから、女性が結果的に介護をするために仕事まで辞めなくちゃいけない、これが現状で、一応介護離職ゼロと言ったわけでございます。その当時の特別養護の老人ホーム入所待機者数、これは実はこの後なんていうか、養護老人ホームに入れる人が重症者じゃないと入れなくなっちゃったんですね。皆さんお気になったことあるでしょう。だからまさにやらずぼったくる状態。介護保険は集めるけども介護は受け入れられないっていうことになってきてるわけですけど、その前入れる頃の待機者数が東京で4万3000人、2013年の時点、埼玉1万7000人、ちなみに兵庫も2万8000と多いですね。兵庫も介護大変ですよ皆さん。だって2万8000人待ってらっしゃるっていうことは、介護って病院みたいに2週間で退院するとこじゃないでしょ。どうにかならないと退院できないですね。どうにかならないと。ちょっと今オブラとかもしてますよ。どうにかならないと入れないわけです。と結果的には介護離職。だけど有料老人ホームがあるんじゃないか。確かに。実は私の父親は郡山で一人暮らしで救急で認知症になって、私が外科医の頃埼玉に引き取ってまいりました。普通の介護施設探しました。空いてない。1年待ち。だけど私の近くの久喜市というところに介護付き有料老人ホームっていうのができて、2つだけベッドが空いてるよとソーシャルワーカーさんが教えてくれました。嬉しい、2つ空いてる。値段聞いてびっくりポン。 JJJ 初めに500万払うと29万です、月に。皆さん楽勝ですか。私月29万高いんじゃないってソーシャルワーカーさんに言ったら、先生、本田先生だったら初めに1100万払うと11万になりますよって慰められました。皆さんこっちの大谷のホームランもいいけど、これ大事なことですよね。これ全然やらないでしょテレビで。だからみんな自分の家族が入る時になってバーッとなって急にこうやって離職するんですよ。で本当にどうしようもなくなってね、相手にいろいろとね不幸な出来事が起きてるわけです。本当にこれどげんかせんといかんよってやつですよ。でこういうことはほとんど報道されないもの。しかもよかったって喜んじゃいけないけど、兵庫県もこんなに待ってるんですよ。やっぱ兵庫の方はこれちゃんと認識しなくちゃいけないということですね。だから簡単に言えば、お金がある人はこういうところで面倒見てもらいなさい、お金がない人は自分でやりなさい、そういうことに日本はなっているわけでございます。じゃあ介護業者、介護施設がどんどん増えているのか、介護現場の現状を見てください。老人福祉介護業者はむしろ倒産してます。これはできてる数じゃありません。倒産50、60件、母さんじゃないんですよ。倒産もうやめた方がいいですかね私もね、諦めないタイプだから十数年やってますから、皆さん嫌だと思うかもしれませんけど、最後までいくと思います。きっとお付き合いください。これでしょ、50、60件でしょ。しかも見て、これが大問題。全業種の平均の月収です。普通は40、50歳で上がります。看護師さんはここ、福祉介護施設、ホームヘルパーさん、これは皆さん大きくなったでしょ、ことあるでしょ。ずっと勤めて生活がしにくいんです、これじゃ。ということは、施設も倒産して、職員も給料が十分にもらえないと、介護施設が仮にあったとしても入所できなかったりするんですね。病院と同じ、医師看護師が不足だから。これでいいんですかっていう話ですね。それを証明する出来事、これ NHK さん、ちょっとこれ NHK さんで、ちょっとどっちかというと私も NHK の報道にいろんな意味でちょっと批判的な面が正直あるんですけども、 NHK さんもちょっと気が付かれないようにこういうのをプッと入れるんですね。今年の埼玉県介護職員の離職率 22% ってこれ入れてくれました。これきっと私のために入れてくれたんです。今年の4月の介護職員の離職率で 22% ってこれ、新人介護職員の合同入所資金の国で普通出さないでしょ、これ。やっぱ NHK の人も良心があった、残ってた、嬉しかったです、私これ。パチッと最初に取っちゃいました。年間に 20% やめちゃうんですよ。さっき言った埼玉県すごく足りないですからね。これが日本の現実でございます。こういうのを見てると NHK のニュース見るときもちょっと楽しみになってきますね。今日は何でどこでやるのかなみたいな。 22% です。これが日本の現実ですね。で、この間ある勉強会で面白いことを見つけました。この方は私知らなかったんですけど、堤修三さんって言って、介護保険を導入した時の厚生省の偉い方だったみたいです。介護保険創設前後の老健局長、介護保険の生みの親とも言われているこの人がこういうふうに言ってるんですね。介護保険は国家的詐欺、制度の原則を失いつつある介護保険、反社会保障、鮮明な骨太の方針、保険料を納めた人には平等に給付を行うのが保険制度の大前提なのに、前提が崩れつつある。これは先ほど申しました。介護保険料を取るだけ取っといて、あんたは軽症者だから入れないって言うんだから、ダメでしょそれ。ちゃんと厚生省の人も怒りに打ち震えて、国家的詐欺、保険制度から言えば全くの筋違いだから、こういうこともちゃんと伝えていかないと、やっぱりなんか今景気が一応良くなってるからいいんじゃないって、そういう問題じゃないっていう話なんですね。これもしつこいようですけど、欲しかったらUSB 差し上げますんで、ぜひ本当にマジに後で連絡していただければ、いろんな形で送ることもできるし、岡林さんにも置いてきますから、ぜひご活用ください。やっぱこれみんなで広めないと。でやっぱり広めるにはこういうデータ必要なんですよね。ちゃんと出典まで書いてあるデータがね。ぜひこれを活用いただきたいと。私もこれちょっとこの間まで知りませんでした。じゃあ今度全体的なことを見ましょう。最低賃金、生活保護、年金です。これも皆さん今日いらした方はご存知の方が多いと思います。国連が衝撃の指摘、日本の最低賃金は最低生存水準を下回っている。最低で、生活保護も日本は補足率といいまして、生活保護を受給すべき人の2割程度しか受給していない。しかもここのキーワードは、最低賃金が最低水準を下回っているから、生活保護の方が場合によっては全員が受給してないから、一般の人の最低水準より生活保護がちょっと良かったりするんですね。だったら削ろうって、今年生活保護が550億円削られてるんですね。生活保護を切り下げると、これこの順番でいくといつまでも下がるんですよ、永久に。こっちは低いでしょ、こっちが低いでしょ、今度またこっち低くなると、また下げようまた下げようとこうなるわけです。ほんとひどい話ですよ。ということで、私は生活保護引き下げ裁判、命の取り手裁判にも参加してます。そういうふうな形で応援してるわけですね。で実は私今年金が支給が70歳を超えるという話題になってますね。70を超えてからじゃないと年金もらえないじゃない。私はもうもらい始めました。いつどうなっちゃうか分かんないから。私医者だから、西城秀樹さんみたいになる危険性もあるということを知ってますから、もらえる時もらっても、しかも病院辞めたから当然病院の収入がなくなると大きいですよね、医者にとって。で年金もらい始めました。でもらってみて手取り見てびっくりぽん。確かなんか話では現役世代の5割ぐらいもらえるってなんか一時そんな話も年金は目標にしている。全然5割じゃないですよ。とってもこれじゃ暮らしていけないなっていうんで、年金グローバル年金指数ランキング、これも世界と比べると分かるわけでございます。日本の年金のレベルはどうか。年金が十分がもらえるか、持続性があるか、健全性があるか。トップレベルはデンマークです。デンマークは年金が素晴らしい。知り合いにデンマークにいらっしゃる日本の女性がいて、講演をしたことありますけど、その方もこの 2,3 年の間に年金をもらうようになってルンルンしてるって言いました。デンマークの人は年金もらうようになるとルンルンすると十分で、今度世界旅行行っちゃおうかなとか、運動しちゃおうかなとかって。日本どこら辺だと思います？こうずっと行くとデンマークわーっとこう来て、日本はビリから2番目、アルゼンチンの1つ上です。このことも知ってる人が少ないんですね。年金者組合の方もご存知の方結構いらっしゃるんですよ。だから年金者組合の人が知らないっていうことは、大体年金者組合に入ろうとも思わないでしょ。ちなみにデンマークはそういう年金者組合みたいな高齢者協議会っていうところの所属率が確か世界で1番なんです。やっぱり意識して自分たちがちゃんと考えて発言しなければよくならないんですね。おそらく日本の年金者組合の組織率は世界でも低い方でしょ、きっと。これが日本なんですよ。韓国とか中国の方がずっといいんですよ、日本より。日本の下アルゼンチンだけですよ。アルゼンチンだけ。インドより下、メキシコより下。これが日本なんです。だけどこういうこと知らないから、いかにもね、若い人はこう年寄りは年金もらっていいよなみたいな、あるでしょ。分断して統治する。若者と高齢者を分断する。これ全然分断される状況じゃないんですよ。こっちもひどいし、もちろん最低賃金、今こそこう手を結んで一生戦わなければ。だけどこれもこの現実が分からないと、年金もらえていいよなってこんな話で終わってしまうわけですね。これが最低賃金制度、本当社会保障が全てこうなってる。つまりもうすでに説明いたしました、日本は生活保護、年金、介護、医療全てがひどいのに、これが全部切り下げの方で動いています。さらに社会保障は5年で 3.4 兆円削減。このうちの3兆円がリニアに行ったんだよね。でリニアで4つのゼネコンが分けましたね。皆さん、名古屋まで東京から40分早く行く必要ありますか？これから人口少なくなるのに40分短くなったらビール1本飲めなくなるんですよ、その時間で。何も関係ないです。ということで、どこに金使いたいかって、これ見ると分かるんですよ。3.4 兆円、リニア新幹線4つ大手ゼネコンが分けまいと、こうなってたわけですね。日本というのはそういう国だなということになってるわけでございます。つまり、憲法が守られているのか。実は私、昨日、衆議院議員会館で憲法25条を守る集会っていうのにも出てまいりまして、金沢大学の井上先生という有名な方が講演されたりしたのを参加してまいりましたけど、とにかくこの憲法25条井上先生がおっしゃってました。これは国の社会的使命であると、義務、これ国の義務なんですね。ところが日本人はこれをなんかいただいてるみたいな、こう恩恵でこうなんかおこぼれをいただいてるみたいに思っちゃう人多いんですね。これ使命ですから。全て国民は健康で分割最低限度、この最低限度もこれ戦後できたからさ、その時最低限度としたのね、理由は戦後の頃貧しかったから、これ本当によくなくちゃいけない。しかもそのよくしなくちゃいけないっていうのはまずここに書いてあるんです。工場へ増進、全部無視してるわけです。これは戦後しょうがなかったんだけど、これもっとちゃんとしなくちゃいけないよって。だから日本国は憲法違反してるわけでございますということを明快に解説していって、ああそうだよなと思いました。ところが皆さん、ここで大きな問題があります。どれだけの日本人が憲法25条を意識しているかということですね。これから私本当のこと言います。これは別にネタのために言ってるわけじゃありません。私もこういう活動をして45過ぎて講演するまでは、正直言って憲法25条って正確に認識してませんでした。医学部で大体習った記憶がないもん。高校でも憲法25条を習った記憶ないですね。まあ私が覚えてないだけだとどうなんでしょう。医学部ってやっぱ覚えることがカリキュラム多いんですよね。解剖、病理、いろんなことで。だから私は45になるまでは憲法ってやると今度は全然知りませんでしたから、憲法って言われると「少林寺?」このぐらいのレベルでした。でこれ冗談じゃなくて、私もこういうタイプですから、母校弘前大学の医学生に年に1回講演してるんですね。その時みんなに「憲法20部知ってる?」って言うと誰も手を挙げません。もう挙げると刺されるから知ってても手を挙げない人もいるのかもしれませんけど、習ってないです、ちゃんと。だから習ってないんだから、こんなことわからないです。特に工場増進なんてやるとね。だから本当に大事なことが伝わっていない、これが悩ましい、伝えていないんですね。だから日本の社会保障は今この控除がどんどんちっちゃくなってますですね。自助共助、だからこれはちょっと最近あんま使ってなかったんですけど、今日はちょっと時間があるんで出したいと思います。だからこれで言えば古いんですけど、トト姉ちゃんを思い出すんですね。トト姉ちゃん、日本は長女の常子も次女の真理子、三女のよし子も長女も三女も次女の真理子、長女も三女も次女やっぱり出さながらよかったんですかね。最近あんまり受けないんでやめたんです。ちょっと思い切って出しましたけど、いろいろ考えながらやってるんですよ。本田博はね、聞いてみると猫ひろしより面白いって言ってくれる人もいるんですよ。足は遅いんだよね。まあいいですね。で、なんでこうなのか、ここからが今日のキーワードでございます。まだちょっと時間あります。大丈夫ですね。ファミリーヒストリー。実は今日若い方もいらしてて、今日平均年齢35、ちょっと無理ですかね。40か。最近ちょっと老眼でよく見えなかったりするんですけど、何が言いたいかというと、自分より高齢の人からもやっぱなんていうか教えをいただくということが人生にはあるんだということでございます。私がこういうふうなことを活動するきっかけを作ってくださったのが、もともとは私と縁もゆかりもなかった東大の内科の先生、高岡義人先生、なんと1915年大分県までです。私は1954年生まれですから40歳から違うんですね。で東大卒業で、東大の内科の先生の頃、すごい歴史ある先生、東大の本郷にありますね、赤門があるところ、あそこであれです、三島由紀夫が大蔵省にある時身体検査してきた。すごいでしょ、まあ、自分のことのように自慢してますけど、三島由紀夫の身体検査して、本郷に健康管理センター作って初めての人。その後長崎大学の教授になりました。で長崎大学の教授を退官された後に山口県の病院に院長として赴任して、そこで日本の医師不足の実態を知るわけです。そして「病院が消える」という本を書きます。これは歴史的な本です。興味ある方は Amazon の中古で買えますね。これは何でこのことを紹介するかというと、この中に岸総理のことが出てきます。岸総理が山口県でその病院に入院した、一時体調を崩して、でその時に岸総理を見て健康回復した。ある時に岸総理の部屋に行って「ちょっとお話を聞いていただけないでしょうか」と。その当時日本の医師不足とかも感じられてらっしゃいましたからね、岸さんに医療の話を聞いてもらおうと思って行ってみたら、岸さんが「ちょっと医療の話を」って言ったら「プイッ!」って外を向いた。医療には全然関心なかったっていうことがこれに書いてあります。で今の総理大臣もその DNA を引いている。社会保障全然関心ない。それは皆さんちょっと頭にそういう意味では確認できる本でございますね。でこの本を書いた先生がなんと2006年バレンタインデーの翌日、一通のファックスをこの先生が私にくださったんです。これが私と高岡先生との出会いです。その寒いですか、大丈夫ですか、ちょっと温度調整しましょうかね。ちょっと寒すぎるんで、今エボラ出血熱はないですけど、あれですからね、2006年平成18年2月15日バレンタインの翌日、私この先生東大でこれからいろんな東大の官僚の問題とか言いますけど、この時この先生の東大のこの先生のセンスすごいなと思いました。なんでかというと文面がすごい。いいですか、昨日はバレンタインデーで私が女性だったらチョコレートをお送りするところです。皆さんこんな文章水知らずの人まず一度目に書けますか。この大胆さすげえと思いました。先生の朝日新聞投稿を含めて日本医療に危機感を持っておられることに新人の敬意を持っています。それでこのチャンスに先生が拙宅でご研と医療資料経験談を聞き出されるようであれば、私は喜んで医療に対する90歳の遺言を申し上げたい。90の時にこのタイプを打って私にファックスを送ってください。日本の医療にこれだけ危機感を持ってたということですね。しかもその間見ますと、こういう本を今までこういう本を三大新聞の医療担当記者に送りました。あとはそれこそ東大の後輩、何々センター、何々総長、これ東大病院ですね。あとはなんとか教授、あと日本医師会副会長など、東大関係の後輩にも送った。だけど私が今まで更新した多数の医師の中でも、先生こそまれに見る勇気ある歯切れの良い論客と推察しております。この先生って私のことです。気がつきました。歯切れが良い論客。ただなまってるから生歯切れって秋田の方がちょっと分かりやすい。生歯切れっていうことで、私は早速ですけども、この当時新聞とかにも投稿しても変わらないっていう、どうしたもんかなと思ってましたから、早速このファックスをいただいたその週に東京に引退されていた高岡先生のお宅を訪れたわけですね。そうしましたら、そこで高岡先生が衝撃的な歴史的事実を私に教えてくださったんです。まず高岡先生が私に渡してくださったのは、厚生省保健局長さんが1983年に書いた医療費をめぐる情勢と対応に関する私の考え方というこの論文でございました。厚生省保健局長、吉村仁さんですね。有名な方です。で、高岡先生が「君殺してる」から当然私は知りませんでした。で、ここのキーワードはこれです。このまま医療費が増え続ければ国家が潰れるという発想さえできる。これは仮に医療費亡国論と称しておこう。私はびっくりしました。というのは、医療費亡国論と厚生省の人が言ったというところにびっくりポンだったんですね。まあ大蔵省が言うんだったらね、通産省とか分かりますよ、まだ。厚生省の人が医療費亡国論って言ったんですよ。医療費亡国論で、私は高岡先生に素直に聞いたわけです。福島県ですから。石川城自体も言ったんですね。高岡先生、厚生省の人っていうのは医療費を上げるのが仕事なんじゃないですかって、私はそう思ってました。医療を充実させるのが厚生省の仕事かなって。本田君、残念だけどそうじゃないんだよ。まず東大にはヒエラルキーがある。東大の学生で一番トップクラスは厚生省には入らない。大蔵省、通産省、その次のクラスは大手企業、大企業、三菱、日立、そういうとこでしょ、三井。その次のクラスが厚生省とか文部省に入るんだということを高岡先生が教えてくれたんですね。私さっきも言いました。そのために福島県の田舎に生まれ育ったって言ったんですけど、私はずっと自分は医者として真面目に働いていればお上が終わるようにするはずないってピュアに信じてましたから。自分が一生懸命やってればまさか厚生省が医療費削減するなんて思ってないわけですね。JJJ でした本当に。そっから、あ、そうなんだ、厚生省は医療費抑制で、なんで医療費抑制するんですかって高岡先生はこういうふうに言いました。厚生省で偉くなるためには医療費を抑制すること、大蔵省の覚えがすごく良くなる、刺激力の。文部科学省も同じです。だから皆さんご存知のように、日本の医療費は世界最低、個人負担は世界最高、日本の大学の授業料は世界最高、奨学金は返さなくちゃいけない。みんな頑張って、そんな象徴で偉くなるんですね。それを知ったんですよ。知っちゃったんですね。ここから私の戦いが始まるわけでございます。これが2006年でした。聞いたのがねで、2006年、それを聞いた後にいろんな NHK の人が取材に来ました。その当時、日本のこれからって皆さんご記憶でしょうか。看板番組がありました。NHK のディレクターさんが私に聞きに来たんで、私早速高岡先生から聞いた医療費暴露をお話しました。ただ結果的にこの話、細かいことすると結構面白い話が、あるんですけど、ちょっと割愛するんですけど、私が番組に出ることになったんですね。医療費暴露、しかも NHK が医療費暴露論という言葉をこの番組の中で出してくれたわけでございます。なんとこの時、司会者、芸能人、私の外側に厚生省事務次官、その外側で映ってないところに日本医師会長、すごいでしょ。2006年10月24日は私が生まれて最高に輝いていた日ちなみにその後、この間もなんかがテレビにも出てるんですけど、高人さんも含めてね、36回ただいまし25病院っていうのは2013年、この時はフジテレビにも出てました。これはうちの病院の患者さんがいろんな地域で36回で亡くなったと、不幸な事件で、ここで皆さんにお伝えしたいのは、メディアも先ほどのあれですね、介護職員 22% じゃないけども、やっぱり一生懸命やりたいと思う人がいるんですね。私をこの番組に抜擢してくれたディレクターさん、今いらっしゃいました。その後しばらくして北海道に飛びましたもちろん自分で飛んだじゃないですね飛行機に乗って移動したみたいです。あとこの方もその後会社を辞めました。結局ね、番組作っても放送されなくなるの。あれ、上の許可が必要なんですね。現場のディレクターが作ったからって、そのこと甘くない。おそらく今はもっときっと厳しいと思います。だから私、今ここに呼ばれることはないでしょう。おそらく。ということで、こうやって非常に異常なハイテンションで呼ばれると喜んで話しているということになるわけですね。だからこれは一般の方にして必ずメディアリテラシー。つまりメディアでやってるから本当だとか、メディアでやらないことは世の中にないもんだってことではないんですよっていうことを考えてメディアを見ないと危ない。だって時代の山口メンバーだって同じなんとかって人でもっと低学年の人いるわけでしょ。なんでなんかあの時だけ無にクローズアップ現代おかしいんですよね。でちょうど国会審議とか流さないわけですよね。それで時間を作るわけでしょ。これが日本のメディアでございます。さて、高岡先生からチャンスをいただいて NHK も出ました。で、もう一度高岡先生にお聞きしよう。で、次のアイデアをくださった。それが高岡先生と最後の出会いの時でございました。高岡先生にもう一度とお話をしたい。なかなか返事が来ません。なぜかというと、東京都老人医療センター、東京、当時の赤羽にあった老人医療センターに胃がんの終末期で入院されていた。お宅にファックスを送っても通じません。だけど家族から本田からファックスが来てるということをお聞きになって、本田にだったら会いたいということで病室で1時間だけ時間を取って会ってくださいました。その数ヶ月後に高岡先生はお亡くなりになります。このいよいよ最後にお会いした時に、高岡先生が私に用意してコピーをわざわざここに置いて用意してくれたんです。きっとこれかもしれませんね。これ今見るとこれ、そのコピーの主というのは東京都老人医療センターの設立に大きく力を入れて、ずっと老人医療センターの総長を務められた日本資本主義の父、渋沢栄一さんの資料だったんですね。渋沢栄一さんの資料をここに用意して、これをって渡してくれました。で、高岡先生が素晴らしいのは、別にこれをでこれこれこういう事情だから読めとは一切言ってないの。渡すだけなんです。それで私考えたのは、やっぱり教育っていうのはこうなんだぞって解説しすぎちゃダメなんですよね。本人が考えてそうだなと思って動かなければ納得して動けないじゃないですか。やっぱりこっちがこうだからこうだっていうのはダメだっていうのは結婚すれば分かりますね。本当に相手が納得して動くっていう時期を待つということですよね。ということで、それを私にちゃんとそれにしてくださった、すごいやっぱり立派な指導者だったと思います。で、そういうことで渋沢栄一さんのことを初めちょっと、実は私この頃当然外科医で忙しかったですから、残念ながらお亡くなりになる頃でしょうね、初めて読んだのがね。で、渋沢栄一さんの勉強をしたわけでございます。そしたら渋沢栄一さんがなぜ渡してくれたか分かりました。論語とそろばんって渋沢栄一さんの本があって、この方は皆さんご存知のように日本資本主義の父、今の経団連の方とは違って非常に社会保障とか教育とか世界貢献とか、そういうのにもものすごい力を尽くした人ですね。で、財閥を作らなかった人です。作るつもりだといくらでもできました。おそらく渋沢財閥ができましたけど、あえて作らなかった人で、この中で2つ強調してました渋沢さんは。日本の問題点、これです。官村民費の官僚政治、経済界は社会貢献の意識が乏しい。どうでしょう皆さん、明治時代の2つ問題点、これ戦後変わりました。高岡先生はそれ私に伝えたかったなと思ったわけでございます。これ勝手に自分で考えて、おそらくそうでしょうね。で、これね、戦後ね、第二次世界大戦後ね、これがどうなったかというと、官村民費、官僚主導、天下り、医療福祉後回し、経済界派遣切り、医療福祉後回し、内部留保がっつりマンデー、法人税下げろ、消費税上げろってやってるでしょ。全然変わってないですよ。ああ、明治から日本は変わってないんだ。これを教えてくださったんですね。だからこの構図を一般の方にもお伝えしないと、民主党がダメだとかなんとかって言ってる間はダメだなと。もともとこれがあるんだと。最近でもありましたね。佐川さんもね、結果的になんかまあおとがめなしだみたいだし、それも途中まではどうかなと思ったけど、籠池さんなんか気の毒ですよね。今でも入ってんでしょ。感想民です。籠池さん民、佐川さん官、そういう話でございます。まあこんな本を書きながらですね、やってきたわけでございます。それでその当時、実は私もこの渋沢栄一さんのこととかと同時にいろんな歴史を勉強しました。面白いことに気づきました。公的医療は財政なんて簡単に切り捨てる、これ日本の医療史ですね。ちょっと触れてみたいと思います。明治10年官立公立病院の方が多かったんです、日本。ところが明治21年になると逆転します。なんで明治10年を起点にしているのか、これが皆さん明治10年今明治維新150年戦後と明治10年にあったのが西南戦争、その後のインフレ赤字で国は赤字だと病院を潰す、都立病院独法化、全て結びついてるんですね。日本は赤字になったら病院を潰すっていうのが日本の特徴でございます。まさにそうですね。一般医療は民間主体、都立病院独法化ってのはこれでしょ。どんどん民間でやりなさいよ。今同じことを繰り返しているわけでございます。あともう一つ、私たまたま済生会に勤めておりました。そしたら済生会のできたきっかけもやっぱり歴史的なことが関係することを知ってました。済生会っていうのは実は明治44年5月30日明治天皇の済生直後というのが出てできたきっかけとしてできた病院です。恩賜財団済生会、実はこの数日もある会合で今埼玉県で愛育病院って皆さんお気になったことあります。紀子様がお子様をお産みになった母子愛育病院ってあるんですね。なんとね、日本で一つだけ保育所が疎開してるとこがあったんですよ。東京の保育所母子愛育会っていうとこが埼玉に疎開して、それがすごい話だったんで今映画を作成することになったんですね。その私いろんなところに声かける、そこの映画の中運営みたいなところに入っていったんですけども、普通の人はやっぱり恩賜財団っていうとなんか天皇家に関係してどうなのみたいなところが、その恩賜財団の意味がこの済生会のこれを見ていただければ分かります。明治天皇のお言葉、これをちょっと訳したわけですね。済生直後明治天皇のお言葉とされています。私が思うには世界の体制に応じて国運の発展を急ぐのは良いが、我が国の経済の状況は大きく変化し、そのため国民の中には方向を誤るものもある。政治に預かる者は人心の動揺を十分考慮して対策を講じ、国民生活の健全な発展を遂げさせるべきであろう。またもし国民の中に生活に困窮して医療を求めることもできず天井を全うできないことであれば、それは私が最も心を痛めるところである。これらの人たちに薬を与え医療を施して生命を救う再生の道を広めたいと思う。その資金としてここに手元金を提供するが、総理大臣は私の家を汲み取って処置し、長くこれを国民が活用できるように希望するのである。つまり天皇陛下が方向を誤るって、おそらくこれ当時の政治家とか財閥ですよ。この頃っていうのは日清日露の後にすごい疲弊してるんです。財閥関係者儲かってるんですね。がっつりマンデーですよ、戦争すれば。今の安保関連法だってやっぱり誰かが得するからやってるわけでしょ。同じなんです。だから私言ったわけで、その会合で埼玉県の、ね、映画を作る、いや恩賜財団っていうのは天皇陛下がこうやって日本が乱れた時に今と全く同じ状況だったんですよと、格差拡大で医療も受けれない人がいて、それのことを心配した。ただ当時の天皇は今と違って象徴天皇じゃなかったから、ある程度こういう行動ができた。今の天皇陛下だってどう見たって戦争したいと思ってない人たちはみんなうなずいてました。これが日本の歴史なんですよね。別に全て美化してるわけじゃないですよ。こういう現実があったということでございます。利用されてるんですね、結局政治家にね。今回のあれですよね、言語改善もそうですよね。今日ラジオで聞きましたけど、言語改元が天皇陛下がお亡くなりになってから改元するようになったっていうのはやっぱり明治以降らしいですね。2人いるとかいろいろ問題が起きるから、政治家がちゃんと1人でいてもらわないとどっち取るとなるわけですよ。よく昔はあったわけですよね。ということをラジオで聞きました。岩倉使節団以降にあれは決まったって言ってました。この明治150年は非常に今大きなターニングポイントになっていると思っているわけでございます。さて、じゃあ明治維新150年、ただ私自身もそうでしたが、多くの日本人は明治維新にすごくいいイメージを抱いている人が多いです。なぜかというと、明治維新以降の歴史は商社が書いてきたからです。吉田松陰、高杉晋作、福山雅治、中岡慎太郎、鈴木亮介、勝海舟、土方歳三、ディーン・フジオカなんてあえて芸能人を入れたかって言いますと、ここに出川哲朗さん入ってこないって話ですでしょ。ここが出川哲朗さんだったら随分イメージ違うでしょ。まあ、出川さんはいいですよ、人間的には別にだけど、その俗に言う美男子でいいイメージを作るような人を選んでるということです。余計いいイメージになっちゃうんですね。あんま福山雅治嫌いな女性って言えないですよねいないです。そうなんですよ、私の調査では。そうなんですでしょ。だから本当にイメージ、じゃあ明治維新って本当どうだったのかっていうのはこれからのお話でございます。これ明治維新の前夜、大英帝国、世界のこの赤いところは大英帝国の領土でございました。このアジア地域では特にインドの付近、大英帝国の三角貿易、聞いたことあります、歴史で。中国から陶磁器とお茶を輸入する、これ輸入超過です。今のトランプさんが問題してるみたいなの、これも昔から同じ言葉ついたんですね。冗談じゃねえぞとイギリスは怒ってたわけです、輸入超過だから。あ、今似てますね。いや中国も冗談じゃねえって言ってますもんね。で今度イギリスはインドに名売り物を売ったわけです。でこれ何キロだよ売らなくちゃいけないってんで、インドでアゲンをガンガン作ってこっち売ったわけです。三角貿易で、この頃初めはイギリスの東インド会社だったんですけども、そのうちの繊維が1人、ウィリアム・ジャーディンという人がジャーディン・マセソン商会という商会を作ってアゲン貿易で頑張ってやってました。イギリス代表ジャーディン・マセソン商会。そこに現れたのが同行帝清、アゲン密輸取り締まりをしようとしました。こっちからその冗談じゃない、アゲン密輸に制限書くのが冗談じゃねえぞって言って、ちゃんと英国議会でロビー活動、金を送った。そしたら僅差で勝って、イギリスの東洋艦隊編成が派遣して中国に軍艦を出しておきたのがアゲン戦争なんですね。つまり経団連が消費税上げろ、法人税下げろというロビー活動、昔から同じこと人間してんですよ。この僅差です。これ見てください。なんで僅差になったかっていうと、私も歴史を聞いてああなるほどと思ったんだけど、この直前にここでクリミア戦争、ここでセポイド乱って起きてるんですね。中国が手いっぱいなわけ、あ中国じゃないイギリス、その中国まで行けねえよっていうのを金出すからじゃあ行くかって起きたのこれです。でこれを見てまた日本人がみんなビビるわけでしょ。あんなんだちょっと大変だよってこうなったわけですね、日本が。面白いもんですね。ところで皆さん、ここで一つまたジャーディン・マセソン商会ってお聞きになった方どのぐらいいらっしゃいます？すでに知ってたという方、よかったです、今日いらしていただいて。これは日本ではね禁句になってると思います。だってこの構図知られちゃったら困るもん。皆さんここは知らなくても、ここに出てくる人はおそらく 100% してると思いますよ。この人が日本に送り込んだ人、はい、グラバーです。グラバー商会、イギリスが日本で儲けるために送ったのはグラバー。そしてグラバーが結びついたのが坂本龍馬。考えてください、坂本龍馬一人で軍艦買ったりできるわけないでしょ。脱藩したって一応形上になってるのに薩長同盟作ったでしょ。だから簡単に言うと、鎖国をしていた日本でがっつりマンデしたいために来たわけですね。さすがなんです、イギリスは。遠さだけじゃ不安だ、長州にもつばつけます。長州でつけられたのが長州5。明治維新の前に長州5がイギリスに行った時に面倒見ました。その当時のイギリスは世界で初めて地下鉄が走ってました。日本はまだ籠と馬です。えいほえい、僕は地下鉄ゴー。どれだけびっくりしたでしょう。しかもどれだけ恩義を感じたでしょう。面倒見てもらってね。でこのうちの一人が日本の初代総理大臣伊藤博文でございます。でさすがにイギリスがすごいのはもちろんここだけじゃありません。長州と土佐だけじゃありません。薩摩のディーン・フジオカにもちゃんとイギリスへ行く時面倒見るんですね。こんなの全然教科書載ってないでしょ特にここ載ってないでしょこれ分かっちゃったらまずいんですよ。明治維新政府はなんだあんたたちイギリスに助けられてるじゃない今の安倍さんに似てんじゃないのみたいな花札じゃなくてほらトランプみたいななっちゃうでしょなっちゃうんですね。同じ構成なんですよ。だから歴史を教えません。それでここでまた面白いのがじゃあ明治維新の人たちがみんななんかそんなふうななんていうか国民を搾取するな人ばっかだったかっていうとこういう人がいたんですね。市民平等民主主義者たちでこれたちはみんな消されます。まず日本の戦後の憲法に近い憲法を作ったと言われている赤松小三郎さん、この人はすごく立派な人です。あれですね、長野だから藩の人ですね。ただこの方は明治維新の前に大政奉還の前に殺されてしまいます。憲法9条の会の方とかはご存知、9条の会の方はご存知の方は結構いらっしゃいますね。でその後大政奉還で大政奉還して本当はこのまま戦争がなくて日本は平和の間に徳川がちゃんと政権を委ねたはずだったんですけれどもその場合じゃ困る。平和のままだったらグラバーのあれが鉄砲売れないでしょ。戦ってくれなかったら鉄砲売れないんですよ。ミサイルもガーンとイラクに撃ってくれないと今トランプさんいろいろ考えてるでしょ。イスラエルに移したりしてなのでミサイル撃ってもミサイル一発1万円じゃないんですよ5000円じゃないんだから儲かるんですからね。でそしてだから平和にやろうと思ったらこの人が1か月後に殺されました。大政奉還の1か月後に土佐藩邸目前の大宮なんで土佐藩邸目前で殺されたのにわからないんだろう。おかしいな。犯人が土佐藩邸に逃げたらわからなかったかもしれませんね。一緒にやってたら中岡新とだったらわからないかもしれない。今最近いろんなそんな本が出てます。ただとにかく一つだけ実は犯人がはっきりしない。不思議。当時の土佐藩邸とこの大宮の間はすごく狭かったそうです。道が昔だから「えいや!」って言ってもすぐ分かるぐらいなのにみんな分からないな急に外人になっちゃったみたいな分かりましたよ。これが日本の現実でございます。そして岩倉使節団使節46名これがポイントなんですね。1年 10ヶ月も行ったんですけど使節46名が薩長中心ここから始まります薩長の政治が。だってこれずっこいでしょ。国費で薩長だけ行っちゃうんですよ海外に。1年10ヶ月その年海外に行ったら英語ができるようになればいろんなものが見えるでしょ。すごいですよね。で帰ってきました。そしたら帰ってきて一番初めに粛清されたのがこの当時日本に残っていて日本司法の父佐賀藩のですね江藤新平日本に司法制度を導入した人これと後でもまたスライド出ますけどこの人は追いやられて政府から佐賀の乱で殺されました。日本司法の父薩長じゃないんですよ佐賀藩ね。それで西郷隆盛戦後丼市民平等な世の中を作ろうとした後この人は皆さん西南戦争で殺される。今の戦後丼ご覧になってれば結構西郷さんって一般庶民のこと考えてた人だってちゃんと描かれてますよね。そういった邪魔なのか一般庶民のこと考えない人が残らないと。でおそらくこの人が死んで一番得したと思われる人が岩崎弥太郎。同じ海援隊にいて亡くなったあとはもう政府とがっつり結びついて国あっての三菱と言われるぐらい儲かった。戊辰戦争でも儲けました日清日露でも儲けましたね。第二次世界大戦のゼロ戦も三菱だし長崎の軍港も三菱ですよね。朝鮮戦争でもベトナム戦争でもあとは原発でも。だからもし坂本龍馬が死んでなかったら今東京の丸の内は三菱じゃなくて坂本ビルだったかもしれない。坂本坂本坂本そのぐらい明治維新と今の時代っていうのは本当は結びついてる。だから皆さんお気づきですか。私は前からね中学校とか高校の日本史の歴史の授業にすごい不信感を持ってました子供ながら。なんで学校の先生3学期の終わりに3と最後までやらないのって計画性ねと思ってました子供ながら。だっていつも縄文時代から始まって明治の前で終わるでしょ。なんでやらないのよって思ってました。あれ教えられないんだよね。なるほどみたいな感じですよ。こんなこと教えたらやりたくてしょうがないでしょっていう話でございます。ちなみに安倍さんが卒業した成蹊大学は三菱が作ったみたいですね。あと安倍さんのお兄さんは三菱の重役だけど成蹊大学卒業みたいですね。ちゃんと結びついてるんです。だから原発事故が起きた後、お気づきでしょうか、尖閣の問題がクローズアップ現代、それで中国との摩擦が高まって集団的自衛権、今度戦争後イージス・アショア・オスプレイとこうなってくるわけでございますね。はい、国あっての三菱とこうなるわけでございます。だからこれが分からないと、なんか日本で何のことが起きてるのかなって分からないわけですね。あ、そっか、原発ダメだったら別で儲けなくちゃいけないんだなと思っていただければ分かります。でこれで私ね、実は先ほどちらっと申しましたけれども、本当は歴史あんまり好きじゃなかったです私ね。マルアンツの大嫌いなんですよ。泣くようむいす平安遷都ってなんか面白いですか、あれ覚えて私その手のものすごく抵抗あるタイプ、なんか分かるでしょ、見てて理由があるから考えるの面白いんだけど、異様国だって面白くないでしょ。で急にがぜん面白い興味持って、これは私が調べたんです。でこれに気づいてる人あんまりいないんですね。今まで明治時代の歴代総理大臣を調べればなんか秘密が出るんじゃないか。発表します。第一代伊藤博文、長州。黒崎方、薩摩。長州、山形方、薩摩。長州、薩摩、長州。見事。これピコ太郎君に言えばピッポパッポピッポパッポ。アイハーブは長州。アイハーブは薩摩。反発政治とこうなってます。今日ビデオ撮られたらね、思い切ってやってました。もうここまで来たんだからただもうお気づきでしょう、私が逮捕されたら冤罪ですよ肉を切らして骨を切るみたいな感じで次1人だけワンポイントリリーフ、大隈重信。その後見て、長州長州長州力西園寺禁物、公家さん公家さん入ってるじゃないかって調べてください、ウィキペディアで。伊藤博文の腹心の部下、長州みたいなもんですね。長州長州こうなってくるわけです。今の総理大臣は長州、はい、お疲れ様でしたっていう感じなわけですね。なんでこういうことを出すかっていうと、皆さんお感じでしょ、トップこう取ってればね、好きな人を大臣に選べるんですよ。防衛大臣でも何でも好きな人選べるんですよ。どんどん軽類罰を選べるわけですね。医学部なんか、福島県なんか自慢じゃないけど国立大学医学部ないんですよ。福島県立大学、県立医学部、産業で逆らっちゃったから福島。これが日本なわけでございます。はい、それで佐賀の乱、江藤新平、日本司法制度、この人がなんで中央から追いやられて佐賀の乱で死んだか。実はこの人は非常に真面目な性格だったんですね。司法制度の父ですから。2人の汚職を暴こうとしました。1人は井上薫、お猿沢銅山、銅山じゃない銅山汚職事件。もう1人は山形有友、山城弥助事件。2人とも、はい、長州長州ですね。だから賭けとか森友ってびっくりしちゃダメなんで、昔からやってんだから昔からやってることそのままやってるだけですよ。何が悪いのって感じでしょ。そう思えばすごく納得できるんですね。今回だけなんか特別なことしてんじゃないと、昔からやってるんですから。まるで長州政府じゃないかって言ってたらしいです、この人で。佐賀の乱で殺されてしまうんですね。はい、あと岩崎弥太郎さん、この人もまあある意味頑張りましたけども、この人のおっしゃってることにも今の日本が結構関係してるんですね。岩崎弥太郎さん、土佐出身ですね。で岩崎弥太郎さんの家訓というか、三菱、頭を下げると思うから情けないのだ、金に頭を下げるのだ、部下を優遇し事業の利益をなるべく多く彼らに分け与えよ。部下、国民入ってないんですよね。自分たちだけ、経団連、消費税上げろっていうのはこれだから言えるんでしょ。国民考えたら消費税は下げようよって、我々が内部留保を出せばもっといい国になるって言うでしょ。これも全部もう完全にもう明治時代から同じ方向でやってるんですね。もう歴史があるんです。これに紐解いていくと非常に分かりやすいですね、今の日本がね。このヒントをくださったのが高岡義人先生ということでございます。それで長州長がどれだけその明治時代をなんていうか自分たちの関係者を優遇したか。実は本当は市民平等っていう人が殺されたって言いました。明治時代は市民平等じゃなくなっちゃったんですね。皆さん公爵伯爵を高校博士団ってなんか覚えたこと、高校博士団ってね、これ見てください。1番は土佐31人計、薩摩71人、長州75人、ちゃんとあるんですよ。長州1番、2番目、薩摩、高知、土佐31。見て、福島、見たくないですね、5人。こうやって自分たちの人を引っ張り上げていったわけでございます。ちなみに井上薫と山縣有朋は明治時代にもうすでに2人とも日本の長者番付に乗るようになりました。いろんな土地を安く譲り受けたりしたわけですね。今でもその名残が見えます。皆さん東京に行くと池袋の近く椿山荘、あそこ山縣有朋さんの持ってたところでございました。というふうに今にもつながるそういう歴史が明治からこうやってきているということも知っておかれると日本がまた別な目で見えてくると思います。負けたところ福島も含めてこの人数見て75人、これですよ。だ自慢じゃないけど福島県は当然総理大臣なんか出ておりません。それは能力がないから出てないのかって本当にこうやって見ると微妙だっていうことですね。私だって結構しゃべくりそう負けてないでしょ。安倍さんにも勝てるぐらいですよね。でダメ、福島だ。でございます。さて新潟1人、つらいですね。知事だっておかしいですね。私ねちょっと話ずれますけど、なんか最近でもはめられたとかって向こうが言うでしょ。あれふと自分たちがはめてるからそう思ってるんじゃないかってちょっと最近思ってます。あと沖縄に行ってる人は金もらってるんじゃないかって言うでしょ。あれ自分たちが金出していろんな人使ってるからそう思って言うんじゃないかなってちょっとそういうふうに思うようになりました。これ証拠がないですけどね。普通そういうふうに言わないですよね。はめられてるとか金出してる、自分たちがやってるから相手もやると思ってるんじゃないかなって、ちょっとこれ以上言うと余計身の危険がありますから言っときまやめなんですけど、なんかそんな感じがします。だってあんなの公で言わないでしょ普通。はめられた、いつもはめてたのかしらみたいな感じになる。はい、三重県も少ないですね。三重県は要は徳川方の方が少ないですね、はい、愛媛県も少ないです。侵略史観のルーツ、吉田松陰すでにこういうことを言ってたそうです。山口県では先生っていう人吉田松陰らしいですね。おかげさまで私も山口県から一番呼ばれません、講演で。昔1回だけ呼ばれた時に「福島県です」って言ったら向こうの人は本当にですよ「あ昔大変ご迷惑かけました」って言われました。やっぱり残ってるんですね、ちゃんと知識ですね。一番呼ばれないです。一番行ってないのが山口ですね。蝦夷を開墾して諸侯を復権し、まあいろいろこうやって隙に乗じてカムチャッカに行こう、オホーツクを奪い琉球に行って、そして朝鮮を攻めて台湾、ルソン諸島、満州の諸島、もうちゃんとこの人の言う通りのことを日本軍閥の祖山縣有朋陸軍やってるわけですね。ちゃんとそのある程度、もちろんこの人が言ったからじゃないけど、この人が言ったことを結果的に長州閥の人が日本へ、そして第二次世界大戦に突入するとこうなるわけでございます。侵略史観、これは半藤さんの「賊軍の昭和史」というのにも出てまいります。それで満州に二木三助って大活躍した人が出てるそうです。三助は全員長州なんです。満州で儲けた人、はい、日産コンツテルの鮎川義助、内閣総理大臣岸信介、外務大臣松岡洋介、みんな長州です。福島県入ってません。別にいいけど、だからこれだってやっぱりあんたそっちに行って儲けていいよっていう伝われてるわけですね。まあ変な話ね、なんとか学園が土地もらってるみたいなもんでしょ。これをちゃんとやってきたんです、日本は昔から。だから私はこう整理しました。明治維新っていうのは英国アフェンマネーに支えられた薩長下級武士によるクーデターだったんだ。さっきはちょっと言うの忘れました。伊藤博文さんはお百姓さんの生まれで足軽に生まれもられてるね。山形有朋さんも足軽の生まれ。だから土佐藩の長州の上の方じゃないんですよ。西郷隆盛もそうですよね。上の方じゃないですか。下級武士。藩閥財閥政治です。そして日英同盟、それイギリスにも行きましたからね。で、日露戦争が起きました。大英帝国を見てびっくりしましたから目指したのは大日本帝国。今の日本会議の皆さんが目指しているのも大日本帝国ですね。あの時代に戻りたいな。何やってもよかった時代。美しかった。勲章いっぱいつけた。女子供には文句言わせない。本田みたいな逮捕って終わる。まあそういう感じですよね。今の目指しているのは。で、下級武士だから錦の身型は必要だった。だから利用されている面があるんじゃないかと思って私は見ております。それで敗戦後マッカーサーから棚ぼた押し付け民主にです。私キューバに3回行きました。ベトナムに1回行きました。彼らは戦っとって民主主義を勝ちまとりましたね。日本は棚ぼたです。だから安保関連法反対のチラシなんかを駅前で配ろうと思ってもみんなもううるさそうにしていきますね。日本人はありがたみが分かってません、民主主義の。実は私もそうだったんですけどね。でこれが藩閥財閥が学閥財界になりました。でイギリスから変わって日米安保、アメリカでは日本をこういうふうに言ってるそうです。クレプトクラシー、収奪盗賊政治だ、国民からみんな搾取して、そして一部の人が得をしているとアメリカの議会筋ではこういうふうに本当に言ってたそうです。世界からこう見られてるっていうことですね。それを日本人がそれに甘んじてしょうがないよなみたいな、電気料金上がるのしょうがないじゃないって言って医療費は上がらないんですけどね、こういうシステムになってるわけでございます。つまりマッカーサーが戦後は抑えられたと。これが日本、明治維新以降の日本は民主主義なのか植民地なのか非常に微妙だということですね。でこれに関してはなんでだろうと思う。で実はここからがちょっと90分過ぎたんです。もうちょっと続けていいですか。でこれからが問題で、今私が一番悩んでることをお話します。まあここまで分かったけど、日本人がなぜこの体制を変えられないのか、変えにくいのかっていう分析ですね。でここからお話を皆さんと一緒にして、ぜひ皆さんも一緒にどうしたらいいかっていうことを、もしアイディアがあればお聞きしたいということでお話したいと思います。まず TBS のドラマ「学校の先生役」でこの方天海祐希さんが先生役で生徒にこう言ってます。今のままずっといい加減目覚めなさい。日本という国はそういう特権階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が安い給料で働き高い税金を払うことで成り立っているんです。そういう特権階級の人たちがあなたたちに何を望んでいるか知ってる？今のままずっと愚かでいてくれればいいの。世の中の仕組みや不公平なんかに気づかず、テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず、会社に入ったら上司の言うことをおとなしく聞いて、戦争が始まったら真っ先に危険なところで戦ってくれればいいの。当たってませんか？当たってますよね。だって今のテレビはこれさすがにこのセリフ言わせられないね。電波法に抵触しますからね。実は日本人のいろいろ歴史を調べると非常に頭が痛い指摘があります。マッカーサー、日本占領が終わってアメリカに帰ったマッカーサーはアメリカの議会でこう証言しております。マッカーサーですね、極東の軍事調整について。現代文明を基準とするならば、我らアングロサクソンが45歳の年齢に達しているのに比較して、日本人は12歳の少年のようなものです。12歳、国会の審議聞いてて、この人何歳かなって思うことないですか？何回言うと急に「ああ！」みたいな「お前の会社に出べそ」みたいな言い返しすることあるでしょ。私いつもそう見てると、あの人8歳ぐらいじゃないかなって思ってる。大人の討論じゃないですよね。昔は12歳って言われた。でもここで問題は、その人たちを国会議員に選べるのは日本人だっていうことなんですよね。これが頭痛いんですよ。私も困っちゃうんですよね。急に山口県人になるわけにいかないしあと伊丹万作さんもこんなことをした。伊丹十三のお父さん、戦後にこういう文章を残してます。翌年、戦争責任者の問題。多くの人が今度の戦争で騙されていたという。新聞報道のグレッサ、懲戒隣組、警防隊、婦人会、民間の組織がいかに熱心にかつ自発的に騙す側に協力していたか。西欧と圧政を支配者に許している国民、奴隷根性で責任を軍や警察や官僚にのみ負担させ、それを許した自分たちの罪は真剣に反省しない、永久に救われない。これは戦後1年目に言ってるんですよ。これがキーワードです。騙されていたと言って平気でいられる国民なら、おそらく今後も何度でも騙されるだろう。だって TPP 反対って TPP 一生懸命ここは国会でやってるんですよ。あれ、全然みんな疑問に思わずにちょっとまた投票するんだろうね。騙されていた、これどう書いたらいいのかなっていうのは非常に私も悩ましい。これ今変わってないと思うんですよ、今でも。浜典子さん、先週埼玉に来ていただいて講演をお聞きしました。浜典子さん、すごいですね、思い切ってますね。アベノミクスと大日本帝国。浜さんもちょうど私と別に打ち合わせ全然してないですけど、大日本帝国という見方をされている方ですね。もう一つ厄介な心理があります。私は全国でアベノミクスの狙いを講演していますが、行く先々でまさかね、考えすぎでしょうという反応がある。今時大日本帝国なんてと善良な市民ならそう考えるでしょう。しかしこの世に悪があることを忘れてはいけない。こんなはずじゃなかったと思ってきはすでに遅し、善良な人でこうされるまさかの壁をどう突き崩すか。まさか、自衛隊球場に変えたってまさかって言うんだよね。戦争するわけないじゃん、まさかって言うんですよ。これも頭痛いですね。そこで私はやっぱり教育にも大きなやっぱり考え直さなくちゃいけないこともあるんじゃないかと思う。さっきもたまたま言いました、暗記は私好きじゃなかった。日本の学校は考えない人間をいつの方法で生み出している。暗記を押し付けて考えます。苦手を押し付ける、制服を押し付ける、規則を押し付ける、団体行動を押し付ける。とにかく座学が主。海外では課題について話し合う、野外学習をする、例えば実習をする。この間も私が教えている立教大学の学生さんにこんな話をしたら、あ、自分たちも1年生から実習したいって。福祉学部なんですね。1年間そういう現場に行って勉強すればずっとやる気が出るじゃないですか。それ3年か4年になって初めて行っても、はっきり言って宇都宮の北、日光の手前、あれがいまいちだけど、これはこっちで通じるすみません、これ関東でいうネタでした。いまいち、そういうふうに言ってました。これ現場を見るからやる気が起きるんですよね。でだけどこれを押し付けるとどういう生徒が育つか。これです。あ、これです。多くの日本人は勘違いしているが覚えると考えるわけです。日本では国民の8割がサラリーマンのため、学校の重要な使命や上司の言うことをよく聞いて、口も大切に言われたことを忠実に行い、不満があっても多くて。私、東大生のところでもこのスライドを見せて言いましたね。皆さんの先輩も仕事辞めればよかったじゃない、みんなうなずいてました。電通のね、あの人辞めてもまたいくらでも仕事先ありますよ。上司の言うことを聞いて口元に言われた。企画化されちゃったんです。だからこれも逆にどう変えるか。まあそれで私がさっきから言ってるように、こう一生懸命講演も活動して、その一環なんですよね。こう気づく人を一人でも増やしていかないと。ただいつも悩みはやっぱり若い方は忙しいし余裕がないし、なかなか来てください。宮崎さんが別に若くないという意味じゃないんですけど来てくださらないんですよ。それ見た学生さんに一生懸命教えてます。嬉しいです、若い方にね、話していかないと。私は40歳年下の私に高岡さん教えてくれたの、90歳の時に。そうやって伝えていくしかないですね。あとこれも皆さんと一緒に考えた非常に私が悩んでいる現実です。これは世界的なある調査です。自力で生活できない人を政府が助ける必要がありますかないですかっていう質問を世界各国にします。でここは困ってる人は政府が助ける方がいいっていうのはこの濃い青で、まあ助けたまえじゃないっていうのはブルーな青、両方助けたのが助けたまえって人。日本は世界で最低 59%、15% しかそれは助けたまえとしたら 15% しかいなくて、世界でこれも最低です。日本だとなんとなくほら韓国とか中国のことはあんまりいい感じじゃない報道するでしょ。ずっと彼の方が高いです、助け合った方がいいって。日本最低。昨日もその国会の衆議院委員会でね、憲法25条の話したけど、国民がこう思わないと社会保障良くなるわけないですよね。これどうしたらいいのかなっていうのも私がすごく悩んでるんですね。でこれは実はね、10年近いっていうか、かなり前のデータなんですけど、最近もこれが出ました。イプソスリサーチ調査。これいろんな調査があるんですよ。2つだけ出します。社会主義的な理念は重要か。つまり社会主義的な、社会が進歩するためには社会主義的な理念は重要か、最低賃金を上げるとか、社会保障を良くするか。これは日本最下位なんです、21%。あと、教育は無償であるべきか。無料の医療サービスは人権の一つ。これも日本最下位。教育は無償か。これも最下位。国内に暮らす全ての人が無条件に一定の賞を得る権利がある。これも最下位って、みんな最下位なんです。JJJ です、これ。これどうしたらいいの？で逆になんでこうなっちゃったのか。でここら辺が例の、ね、メディアのほら、芸能人が親の面倒見てねとかバッシングしたりとか、ね、東大のね出た有力な政治家がいかにもなんかこう生活も終わらないってのと冗談じゃねえのかやったりしてるでしょ。であれがまたテレビに載るんだよね。とそれをまたそっち側の人がネットで一緒に叩くわけでしょ。これも最低なんですよ。最低。これは見事ですね、残念ながら。これどうしたらいいのかしらって非常に悩みます。もう一つ、じゃあこれは日本人の特性かと思ったら、逆に言えばちょっと最近ね、あれと思うのが見ました。というのはこういうのが少し変化しているというデータです。ベネッセ教育総合研究所、朝日新聞社共同調査、所得による教育格差を許容するかっていう調査ですね。所得による教育格差。2004年当時ご覧ください。問題だと思った人が約 51% いました。ところがこれ、年がこれについて問題だとしても少なくなってるんですよ。ということは、さっきの調査も日本人のその性格というかそのものだけじゃなくて、社会情勢によって変わってきて、結果的にああいう寂しい状況になっちゃった可能性があるんじゃないかなとも考えられるのかなっていうふうに私は今ちょっと分析して、夢をちょっと信じて生きていくしかないかなとは思ってるんですけど、そういうふうに変化してるんですね。つまり自立、自助、あとは日本は経済がすごい借金抱えてんだみたいなやるでしょ。すごい借金なんだからみんな金がねえんだよみたいなやると、みんなしょうがないかなって思うようなシステム。それも巧みになんかメディアでコントロールされてるような気がするんですよね。一方デンマーク、昨年の5月デンマークに視察に行ってまいりました。デンマークは皆さんご存知だと思います。世界で幸福度が常にトップクラスの国です。デンマークの小学校、すごい潤沢な先生がいます。1クラス20人。ちょっと時間の関係でこれちょっと割愛しますけど、何が言いたいかっていうと、デンマークは教育予算もトップクラス。これはいいんですが、ここです。デンマークの小学校に行っている小学校のクラスに先生が聞いてくれました。皆さん一番大切なことは何って小学校の3、4年生ぐらいかな。日本だったら何と答えますかね。小学生には一番大切なことは何？お金。あと帰るときに変なおじさんに声かけられたらね、声かけられたら。デンマークの小学生、これに答えるんですよ。これがほとんど全員が言うからびっくり。いいですか、出しますよ。はい。助け合うこと。想像できますか、日本人の子供に。助け合うこと。助け合うことって答えた人が大人になってるんですよね、デンマークは。助け合うことって考えた人が政治家になってるの。日本は助け合ってるか、森友かけそれも明治以来、自分の身内だけね、周りだけ。向こうは全部お互い助け合うことだから。で昨日ね、そんな話をたまたま国会内の記者会館で、金沢大学の井上先生という有名な方がされる前に、私ちょっと前振りでこのことを話したんですね。だから井上先生、さすがプロだから確かにそうなんだと。本田さんの言うとおり、デンマークの人は心からこう思ってるみたいで、同じようにスウェーデンも福祉国家だけど、スウェーデンの人はどっちかというと出した分返ってくるから出すと思ってるんです。デンマークは初めから助け合うことって雰囲気がある国だっていうふうに教えてくださいました。でやっぱこの差はどうしようもないね、12歳のねあれの本当にどげんしたらいいのかなっていう感じですよ。これすごいです。だけどまあ諦めずにこっちの方に、私は個人的にはこういう国にできればしたいなと思ってるんですけど。でその証明がかつて作ったスライドにもありました。世界では学費ゼロが当たり前、あと世界各国の給付型奨学金、これご覧ください。日本の授業料、大学高い、イギリスもまあ高いです、フランス、フィンランド、ここにデンマークが出てくるんですね。でこっちはね給付型奨学金で、ここにもデンマーク出てくるんですよ。すごい大いなる疑問が湧いてきます。なんで学生授業料が当たらないのに奨学金が 100% なのって。なんでかっていうと、デンマークは18歳未満の子供は親に扶養義務があるが、18歳を迎える成人となり家を出るために扶養義務が国に移っちゃうんです。国で大学の勉強は厳しく、学費や生活費を稼ぐためにアルバイトなんか明け暮れてたら勉強はできない、そのための生活が心配なのに国が申請すれば給付奨学金が出るって、これすごい国でしょ。びっくりぽんですよね。こんな国もあるんです、この同じ地球上に。だからこういうことを伝えていけばちょっと分からない。私、立教大学の学生にこれ見るとみんなびっくりぽんです。だからほとんどバイトしてるから。やっぱこういう現実を、やっぱり羽生結弦の4回転もいいけども、こうやって「そうだね」もいいけど、いいんだけど、これ伝えないと。日本人もこれが嫌だって人いませんよ、特に今の若い人は。ということを考えてるわけでございます。そろそろまとめなくちゃいけませんね。このスライド最後にします。これはお断りしますけど、私の講演の中で一番人気があるスライドで、あれだけ欲しいって言われるスライドなんですけども、フランスのパリの高校生の労働法は反対のデモに関するスライドでございます。2年前のフランス、なんと2年前フランスでは労働時間が延長すると法案が審議されていて、それの反対のデモに高校生が参加していたという、ツイッターに出た日本人の憲法学者の方がフランスに行っててツイートしてくれた記事ですね。皆さん、日本人が今の働き方改革でデモに参加するって想像できますか？労働時間が長くなって高校生が反対ってデモに行くって想像できます？おそらくデモに行こうよなんて言ってもデモですよね。高校生、このプラカードってすごいです。夜は働く時間じゃなくて愛し合う時間。ちょっと結構記憶読めないんですけど、私ね、こっちの高校生はもっとはっきりしてますよ。夜はセックスの時間であって働く時間ではない。ラムネって言うとかって言うの。大人でしょ。もういやらしいとかじゃなくて、労働時間が長くなればこういう人間としてのゆとりある生活ができないって彼らは考えてるのね。でしょ、考えてるんですよ。だから労働時間延長というのはここまで考えられるのがすごい。それで私も考えました。これだけ言ってるんだから年間何回ぐらい愛し合ってるのかなって。これコンドームメーカーの調査です。年間40回から150回、世界は広いです。年間にこれは満足度、お断りしますけど、この回数を見て自分の生活と当てはめてあまりがっかりしたりしないでください。先にちょっとお断りしておきます。世界で一番愛し合ってるのは東欧グループ、年間130回、満足度も高いです。クロアチア、ブルガリア頑張ってますよ。これは私ちゃんと埼玉で確認しました。埼玉のママさんの会で呼ばれた時に旦那さんが東欧の人がいたんですよ。こういうところで聞くとわずいから、ちょっと終わった後、東欧の人ですか、やっぱ回数多いですかって言ったら、ニコッと多いですって言ってました。多いですって言ってました。間違いないですから。あとフランス、年間120回、満足度はまあ言うごとに高くないです。まあ中等ですね。でアジア、年間180回、満足度まあまあ。日本どこだと思いますか？ここです。ここ最低回数も満足度も最低かみたいな感じですね。ここで結構ね、夫婦できてる人はここでホッとする人がいるんですね。うちも普通だったよかったみたいな。日本がここら辺だったら大変ですからね。それもう帰ってから大変なトラブルになってしまうわけです。でこれ私はこんなことを言いたいんじゃなくて、この憲法学者で私に教えてくれた石川雄一郎先生がこう教えてくれたんです。本田さん、フランス人は人生を楽しむために働いてるんだよ。日本人は労働それ自体が目的化している。労働することが目的で生きてるようなもんだ。向こうは人生を楽しむために働いてるね。やっぱ我々価値観を考えていかないと。そして最後に言いたいことは、人生を楽しむために働くんだったら政治を考えなければそんな社会できますかっていう話です。一切無駄遣い許して自分たちがガンガン年金は下げられるわ、税金は上げられるわ、税金は上げられるわね。そして楽しむために人生楽しめますかって話ですよ。ということで、ちょっと今日はせっかくなんでゆっくり話してしまって最後までいけなかったです。このスライドだめだ話せればとりあえずポイントですから、一旦ここで私の講演を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。